派閥の解散を決定した安倍派にとって最後となる議員総会が開かれました。静岡8区に地盤を置き座長を務める塩谷立衆議院議員は、45年続いた安倍派の幕を閉じることへの悔しさをにじませながら、所属議員に長年にわたる誤った会計処理について陳謝しました。とにかく責任は取るべきではないかという意見が出ました。責任を負わせることは問題ではないかという意見もありました。派閥からの支持を初めて公にした静岡3区が地盤の宮沢博之衆議院議員、もうこれは再出発です。国民の皆さんに説明し謝罪し、信任を再び勝ち得ていく、その再出発だと思っています。